どうも皆さんこんにちは、フジピコです。今回はですね、先日新たにお迎えしましたパンサーカメレオンのカラーズさんアンビのユビくんの飼育環境セッティング動画になります。まあセッティング自体はね、あらかじめセットした状態でお迎えしたので、ちょっとね何使ってるかザザザッとね紹介しようと思います。あとはね、お迎えから1日経過しましたので餌やりの方もやっていこうと思います。それではご覧ください、どうぞ。はい、では早速ね、こちら飼育環境なんですけれども、ケージはねズーメットのレプティブリーズ L サイズ 45×45×90 のタイプですね。早速うんち下にしてますね。で、中にねこのジャングルバインと流木入れてレイアウトして、バスキングライトは上畑のネオハロゲン 50W をジェックスのライトドーム 14cm に挿して使ってるっていう感じですね。で、奥の紫外線ライトはズーメットのレプティ3 T5HO を使用しています。で、こちらがパンサーカメレオンのユビくんなんですけれども、いやもうバッキバキの赤でしょう。はい、ローカリティはね、アンビローブなんですけれども、カラーズさんのね、赤のアンビもうやばいっすね。もう蛍光色強すぎてね、大丈夫ですか皆さん。ちょっと一旦ね、こちらのグリーンを見て目を休めていただきましょう。ちなみにこちらは人工のフェイクグリーンを使用しています。ここにミストの水が当たって、それを舐め取ってもらうという形ですね。ちなみにこの白くついてるのは脱皮の皮ですね。脱皮の様子も撮影しましたので、また次回お届けいたしますのでお楽しみに。ということでね、ちょっと今日早速餌与えてみましょう。おー素晴らしい。もういきなりねピンセットから食べてくれました。この辺もさすが CB ですね。人慣れも食欲もバッチリです。さあこの調子でね、どんどん与えていきましょうか。ちなみに現在与えてるのはこちらイエコの ML サイズですね。はい、引き続きどんどん与えていきましょう。さあ2匹目。あーごめんごめん、なんかめちゃくちゃ下手くそな与え方になってしまいましたけども、はい、でも食いつきはバッチリですね。はい、このままじゃあじゃんじゃん与えていきましょう。あ、ちなみに飼育温度はうちはエアコンで、部屋を年中27度で管理しています。で、夜間は22度から3度程度に下げるっていう感じですね。わあまだまだ食べますね。めちゃくちゃ食いつきいいです。あとは湿度は部屋全体を加湿器で 60% 前後になるようにセットしています。で、朝と夕方はね、このケージについてるミストがこの局所的に湿度を上げてくれて、だいたいその時間帯で 70% 前後になるようになっていますね。あ、落ちたコオロギをなんか悲しそうな目で見てますね。ちょっと拾うから、ちょっと待ってな、ゆびくん。はいはいはい、お待たせしました。おー、すごい勢いで。はい、これで4匹目ですかね。うわ、どうですかこの下からのアングルのこの喉の赤。いや、この子親父もね、この赤青のバキバキの個体の子なんで、この子もね、順調にいけば親父のようなね、赤青バキバキの子になる可能性が高いということでね、現状上の方はね、緑っぽい色出るんですけど、この緑入っててもね、綺麗なんで、まあどっちにしてもね、はい、これから成長めちゃくちゃ楽しみですね。はい、これ5匹目ですかね。はい、続いて6匹目。あ、こうやってね、やっぱイエコのこのちっちゃいサイズね、結構足ポロポロ取れやすいんですよね。ただね、やっぱり柔らかいんで、カメレオンにとってはね、イエコが一番いいのかなっていう、最近ね、そんな気してます。ということでね、ここからは食べてる様子ゆっくりご覧ください。
はい、これで10匹目ですね。ぼちぼち食べるペース落ちるかなと思ったんですけど、全然そんなことないですね。はい、これバラ巻きはバラ巻きでね、めちゃくちゃいい反応しています。はい、じゃあ11匹目。あー、まだ行きますね。あ、見捨てるぞ、エビくん。はい、11匹目もね、はい、見事に食べてくれてます。あ、これ今エビくんばらまいたコオロギをね、見つけて追っかけてますね。いや、早いな。これ11匹食べた後の反応には見えないですね。これちょっと見てください、これ。今下の方にね、コオロギ逃げてるんですけど、ほら、こうやってね、はい、一生懸命追っかけてますね。あ、ほら、ここのね、植物のとこにいますね。あー、飛んでいっちゃいましたね。はい、もう一回ちょっとチャレンジしてくれ。あー、ほら、早い早い。これ早送りしてないですからね、別に。あー、今度はナイスキャッチです。ほら、もうテンション上がってね、真っ赤っかなってますね。はい、今一番綺麗な状態かもしれないです。あ、今度は上にいるコオロギに狙いを定めてますね。ほら、めっちゃ早いでしょ。はい、こんなアグレッシブなカメレオンね、我が家では初めてかもしれないです。ちなみに餌のペースについてですが、うちではこれぐらいのサイズの時は2日に1遍与えるようにしています。毎日与えちゃうとやっぱり肥満になって病気になるリスクが高くなりますからね。まあ、もうちょっと大きくなったら3日に1遍とか、徐々にね、餌の量を調整していくっていう感じですね。いや、しかしまだ食べるな。で、この時の赤もすごいですね。なんかこの表面だけじゃなくてね、体の奥の奥、芯の方までね、赤いような深い色してますね。で、このサイドの青色もね、ギラッギラの蛍光色で、本当にね、海外のお菓子みたいな、海外のガムみたいな色してますね。あ、ちなみにこちら指くんのね、現在の指の様子ですね。一回脱皮したんですけど、まだね、ギリギリくっついてる状態ですね。うわ、もうこの顔面も見てくださいよ。いや、やっぱね、カラーズさんのアンビの赤えぐいわ。まあ、この子以外にもね、インスタにいろんなお写真アップされてますので、概要欄にリンク貼っておりますので、気になる方はね、ぜひチェックしてみてください。あー、で、一生懸命追っかけ回してるけど、まだ食いますね。え、これ何匹目や。あー、まだ行きますね。これ数え直したらこれで16匹目ですね。もうぼちぼちやめとくか。ちょっと一応見してみますけども、これ食いそうやな、これ。はい、食べましたね。17匹目ですね。まあ、でもコオロギのサイズね、ちょっとちっちゃめなんで、まあ、これぐらいだったら大丈夫ですかね。まあ、でもぼちぼちやめておいてもらおうかな。くねってやってるし、ぼちぼちお腹いっぱいの合図かな。いや、また食べるな。はい、これ食べますわ。はい、ナイス。え、18ですかね、今で。もういい加減この辺にしときましょう。ね、吐き戻しされても困るんで。はい、これぐらいにしといて、明日はね、一日餌なしで胃袋をゆっくり休めてもらいましょう。あー、やっぱ最後にね、大きくくねーってやってますね。はい、ということで本日の動画はここまでになります。もしこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録お願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。